まだまだ知らなすぎだよ。ガス屋さん、私もガス機器スペシャルサポートに入ったからすっごく安心なの。よかったね。でもこれってガス機器だけのサービスなんでしょ？トイレの水が止まらないとか、シンクの排水口が詰まるとか、水回りのトラブルはどこに連絡すればいいの？まあ東京ガスはガスの会社だからそこまでは無理よね。水回りオプションをつければよかったのに。え？毎月これだけで水回りの修理サポートもしてもらえるのよ。何度でも何箇所でも無料で修理してもらえるの。ガスだけじゃないんだね、ガスよ。ガスよさん、書道の才能あったんだ。まあね。ん？なんか暑くない？エアコンつけるの忘れてた。もしエアコンが故障してたらどうしようかと思った。あ、故障した時はどこに頼めばいいの？東京ガスに頼めば？こんな時にふざけないでよ。これはガス機器じゃないの。電気エアコンオプションをつけてないの？え？毎月これだけで電気エアコンを何度でも何台でも無料で修理してもらえるの。スイッチなどのトラブルだって電気設備オプションがあるから、東京ガスが暮らしを丸ごとサポートしてくれるようなものなの。東京ガスです。あんたがいるといろいろ安心だよ。壁の字消しちゃったんだ。子供に本気で怒られたから。まあ私も東京ガスが暮らしを丸ごとサポートしてくれることはよーくわかったわ。でもそんなにたくさんオプションつけたら結局料金高くなっちゃうんじゃない？そんな人のためにとっておきのプランがあるのよ。オプションにまとめて入れるセット割りがあるの。まとめて安心。詳しくは東京ガスまで。